株式会社 3F は神奈川県横浜市中区に本社を置き、コンビニエンスストアに関係した事業を行っている日本の企業。かつてはコンビニエンスストアのオリジナルブランド 3F を展開するフランチャイザーであった。実社ブランドのコンビニエンスストア、グズ4店舗の運営、資本業務提携を結んでいる株式会社ローソンと合弁で設立したコンビニエンスストア、 ローソン 3F 店への経営指導、グズ、ローソン 3F 向けの食品系オリジナル商品の企画開発、供給の3点を主に展開している。かつては 3F とキューズマート、そしてグズの3種の自社ブランドのコンビニを展開するフランチャイザーであった。もともとコンビニエンスストア 3F はスーパーマーケット、 富士の株式会社富士スーパーが1979年8月にコンビニエンス事業としてスタートさせた。同年11月に神奈川県横浜市磯国に1号店、栗木店を出店。その後、現在に至るまでに店舗展開。1981年2月には株式会社 3F を設立して分社化した。本部は 神奈川県横浜市中区日本大通に所在する。かつては石田歩ゆみのブルーライト横浜を引用しながら横浜生まれのコンビニと宣伝していた時期もあった。現在のキャッチフレーズ、星より明るく 3F は1990年代より使用されているものである。株式会社 3F は自前のブランドとして標準型店舗である 3F のほか、 インストアファーストフード強化型店舗、グズ、生鮮食品強化型店舗、キューズマートを、関東地方の1と3県に、2017年2月末日時点では438店舗、運営していた。かつては、四国地方にも出店していたが、2015年1月30日を、もって撤退した。2016年4月13日、大手コンビニチェーンのローソンと、 資本業務提携契約締結。これにより、ローソンが 3F の発行済み株式の最大5%を取得。また今後は、原材料の共通化や、共同仕入れ、商品の共同開発などで両者が協力していくこととなっている。さらにローソンが30%、3F が70%を出資して、2016年9月7日付で、合弁会社である、 株式会社 LTF を設立し、新しい店舗のブランド、ローソン 3F を立ち上げた。なお同社は、両社の独自商品などを扱う、ローソン 3F という屋号の新しい店舗の運営会社でもある。1と3県におよそ500店舗ある 3F のブランドは維持される一方で、そのうち約2割にあたる86店舗を、 ローソン 3F ブランドの店舗に順次転換していく。なお、ローソン 3F となった店舗の資産、権利、義務の一部は九州分割でローソンに譲渡された。2017年5月、ローソン 3F ブランド店と 3F ブランド店の売り上げの差が広がったことから、2018年1月までに 3F 等のブランドの店舗348店のうち、 281点をローソン 3F ブランドに転換、残る65店舗は閉鎖するとともに、従業の6割に当たる180人の希望退職を募ることを決定した。なお、これに伴い、株式会社 3F の事業は、LTF 社の経営管理、グズ店の運営、商品の企画開発並びに、供給の3点に集約されることになる。順次。 ローソン 3F への転換が進められ、2018年1月31日までに 3F、キュースマートはすべて閉店した。ローソン 3F への転換作業は3月まで続けられた。よって、2020年6月以降、株式会社 3F としての直営店舗は、ぐず4店舗のみとなっている。この4店舗は現時点では、 ローソン 3F への転換や閉店は予定されていない。グッズエクスプレス、平塚 PA 店、グッズ JR 横浜タワー店グッズは、インストア FF 強化型として位置付けられた、コンビニエンスストアで、ベーカリー、弁当、おにぎりなどを店内調理している。また、店舗デザインなども多摩美術大学との山岳共同で、工夫している。2004年2月19日に1号店。 一上並木通り店を横浜市中区に開店させ、以降順次展開させていった。2018年3月までにグズを含む大多数の店舗をローソン 3F に転換するか閉店してきたが、一部のグズ店舗は業態転換されずに営業を継続している。ただし、3F で使用していた販売システムを廃止し、コミュニティストアの販売システムの提供を受ける形での 営業継続となっている。このため T ポイントサービスも 3F の販売システムから切り替えた店舗より順次廃止された。本校ではローソン 3F に転換される前の 3F 店舗について説明する。現行のローソン 3F 店舗についてはローソンの各項目を参照。最後まで和音、クオカードが利用できない状態だった。和音は イオンループであったサークル系サンクスや北海道を中心に展開するセイコーマートにも導入されたため 3F 以外で使えないのは新潟、群馬の西部音以外ではセブンイレブンとデイリー山崎くらいであるこのように 3F は決済手段の多様化に遅れをとっていたまたこれまで ID や交通系電子マネーなどが使えなかった四国ではローソンへの倉替えと同時に ID や交通系電子マネー、クイスプ、クレジットカードも導入することとなった。サークル系サンクスはファミリーマートとの統合を2日前に導入しており、短期間でポスを入れ替えることを分かっていた上での導入となっている。過去には E ーネットの他にタウンネットワークサービスを 3F とするが銀行が共同で設置していた。また元々あった E ーネットの ATM を撤去し、 駿河銀行が管理するタウンネットワークサービス ATM へ切り替えた店舗もあった。広報資料、プレスリリースなど一時資料、ありがとうございます。